ークの世界へようこそ。この動画は声真似主がそれぞれのキャラクターになりきって過酷なサバイバル生活を送るドキュメンタリーコメディ、ボイスイミテイティングアーク、縮めて VI アーク。これから降りかかるであろう悲劇、幸運、感動をお楽しみください。それでは良い旅を。バイツラレ。じゃあログインできた人からね、こう喋り出してこう。そしたら無言になるか大丈夫か。いや、ちょっと待っててくれ。なんかじゃあほら ポケモンの歌とか歌っといてくれよ。そしたらドカチューカー。全然関係ない。誰じゃポケモン以外のやつ歌ったやつな。今名乗りでわし怒らんぞ。先生怒らんぞ。先生怒んないのかい。あと私じゃないわ。いや、少ないよ。君だよ今の。この声ならバレない。吉行くん、廊下に立ってなさい。はーい。いや、今の上に立ってるよ。よし、呪縛回したぞ。トリコさん。こわす。いや、相変わらずだね。始まったわ。どんどん増えてくぞ、これ。わかんない。あ、なんか美食やったり。あ、生まれたよ美食やトリコ。あ、やっぱりトリコどこに来たのでっかでっかなんかボムサップみたいな人がいるわね。でっか。じゃあドライブに誘っとくよ一応ね。ムキムキね。なんだてめえ、ぶっ飛ばすぞ。誰だお前ら。なんでだよ。この横に並んだ時の感じがすごいじゃん。でっかマジで。あ、なんかお前一人。青鬼の博士。スタックしてる、スタックしてる。おぎゃ、おぎゃ。なんだてめえ。いや、あ、やばい。恐竜出てきたわ、恐竜。でかい、でかい。やばい、こいつやばい、やばい、ディロフやんない、やばいよ、これ。みんなで殴るんだよ、これ。おぉ、くぎっ。あ、あるぞ、私もやられたわ。誰かしたら私のこと殴り殺したの。いや、おはよう。いや、今とトリコさん殴ってたよ、今。おはよう、くぎっ。さすがに痛いわね。おぎゃ、おぎゃ。私のこと小脇に抱えるのやめてちょうだい。うまそうだな、この肉。やめてちょうだい。この恐竜に食ってるよな。あ、なんかあれ、なんか一人、もう一人生まれたよ。なんか誰が生まれたのかしら。フリーザレベル1って書いてある。おお、やっと入れたんでしょうか。私は何も分からず、なんだここは。何なんだこれは。誰なんですかあなたたちは。とりあえずお前この肉食うか。なんで僕、つられの僕たちだけ女性なんだ。これ、ネカマすぎるだろ、僕たちだけ。大丈夫かい、これ。腰骨どうなってるの、それ。肩幅より広いじゃないの、あなたの腰骨。東堂が好きそうな体してるよね、なんかね。変な外国人みたいになってる。ゲストタッパが好きな、わしじゃ。ゲストタッパが好き。ゲストタッパがでかい女でしょ。あ、すごいな。あ、いてててあ、大丈夫かしら。なんだてめえ。なんだこいつ。いや、盗まれるも何もないよ今。これなんだこいつ。なんか盗んでくる鳥いなかったっけ。あの、なんていう、ペラゴルニス。違うな、ヘスペロルニスじゃないかいこいつ。イクチオルニスか。イクチオルニス。あ、ポケモン図鑑が今。ピカチュウ。お、レベルアップできる、やった。石どうやってんだこれ。フリーザ君攻撃されてるよ今。なんですって。私が今設定に困っている時に何やってるんだ。なんで僕のこと狙ってんだ今。お危なっ。あいつやっぱりコノハ裏切る気満々だよ。いやいやいや、そんなことないよ。私コノハ作るんだから。いや、そうだ。アイテム、やり投げたらやりどっか行っちゃったわ。左は投げたらもう戻ってこない。あ、でもちゃんと拾えてるみたい。あ、いった。後ろで死んだ声がしたんだけど。大丈夫か。いや、ヘッドショットやばいな。あ、なんか移動させられたわ。ほら、だから言ったじゃないか。あ、みんな固まってる。誰が殺したんだよ。めちゃくちゃ軽くなって戻ってきました。あー、よかったね。お帰りなさい。何が重かった。いや、もういろいろクオリティが最高マックスになっています。最高マックス、大変マックスで。めちゃくちゃ綺麗でしたけど。じゃあ、湯玉ほら、カクカクでした。
た。ピッコロマックスで勘弁してよ。ピッコロマックス。なんでそりゃピッコロマックスで。ピッコロのどこがマックスなの。セルマックスとかじゃん。セルマックス。映画の方だねそれ。私もフリーザマックスね。あそこフリーザ。じゃあフリーザにこれをやろう。そうですね。次ですよやばいわね。帽子。帽子。頭が白くなるぞ。頭が白くなる。どうやって使うんですかね。インベントリーは大体タブレットじゃないんですか。愛よ愛、愛で開けるわ。お、あ、トリケラトプスがいるよ。トリケラトプス。タブキに振り合わせるわよ。バラサウロイス。あ、わかった。いや、ダメ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 。勝てない。あなたはバカじゃない。ナイフ。何やってんだよ。ダメージ食らってるやつおらんかの。あ、でも倒せそう。倒せそう。ちょっとでかいな声が。あ、来たよ。倒されそう。お、なんかちっちゃいパラソルロスいるよこれ。お、こいつ。あ、そう、あのね、今回ね、あの子供がいるのよ。子供がいるのかい。最初からね、子供がいるのよ。親倒せば仲間になる的な感じかい、これもしかして。来たぞ。いや、あの、完全にリヴァイ君、リヴァイ君来たか、リヴァイ君。俺の名前はリヴァイアッカーマンだ。おお、リヴァイが来たの。ようやくイケボ担当が来たよ。あ、行って。ようやく、ようやくっていう言い方は失礼じゃない、私たちもイケボなはずだ。どう考えてもエンタメ全振りだろ、僕たちは。お父さんは置いといて、私は無理なんじゃない。誰がいるんだ、今日。かわいそう。今いるのは、オロチマル君、オオキド、フリーザ、トリコ、リヴァイで、あとマスオ。大体なんで急にやられるの。攻撃してくる。なになになに。パラソル、お、パラソルロスって攻撃してくるの。あ、すり込みできた。今回は、VIR クの開会式か。そうだよ、VIR クの開会式やろうと思ったら、なんか決起集会じゃん、決起集会。決起集会だよ。行った、行った、誰かちょっと、誰じゃん。誰かちょっと、間違えてパッ。やばいやばいやばい。おい、パララサウロが。なんでこんな私ばっかり殺されたで、今日は一体何をするんだ。じゃあ皆さんちょっとあの各々やられてると思うんですけど、ちょっと僕のところに集合してもらって、海を背景に喋ろう。じゃあみんな海側の方に来てくれよ。赤オベリスクを背景にして。なんでそんな青春みたいなことするの。だら別にオベリスク、そっちのオベリスクじゃないぞ。というわけで VIARC というのをねやっていきたいんですが、はい、まあ、この VIARC というのがボイスイミテーティングっていう殴んだボイスイミテーティングっていうね、声真似をしながらアークをやろうっていうね企画でございます。これね、ひとまずアークのゲームとしての目標はボスがいまして、うん、そうらしい。そうで、このマップだと4体かな、ボス。四天王がいるって。四天王じゃないね。3匹か。3匹倒すとラスボスみたいなのに行けるんですよ。で、そこのボスに行くまでに、なんか洞窟を探索して、アーティファクトっていうのを集めてボス戦に行くみたいな。洞窟を探索するまでに、いろんな恐竜を集めて、その恐竜と一緒に戦うみたいな。腕立て伏せすんな、そこで。うまそうな亀がさっきいたんだけど。あ、いた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 。うまそうな亀。なんだこの恐竜、ぶっ殺すぞ。釘パンチ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 。こうじゃないね、まだ。釘パンチ。めっちゃ戦ってる。うまそう。野蛮な猿。シンプルならありゃしません。シンプル悪口。じゃあ初めてやる人はまずピッケルと石斧を作ってみてくれよ。ピッケルは作りました。石斧。痛いね。誰だ。おめえか。おい。ぶち落としてやります。口が豪華だったぞ。おいフリーザー。あ、手を組んであいつぶっ殺さねえか。ぶっ殺すぞ。大木博士、肉食わねえか。食いたいの、わし。飯食ってるやつ。肉焼けてるぜ。ポチエナの肉かこれ。ポチエナはうまいぞ。ポチエナの肉は。博士食べたことあんのかい。こんな大きな博士はないぞ。大問題だよそれやったら。いや、やっぱテクスチャーがすごい綺麗になってるねこれ。そうなの。大違いだよ。
オロチマルって言った？いや、オチがいいっつったんだよ今。ああ、なるほど。今ハンサムって言った？ハンサム言ってないよ。アッカーマンって言った？今アッカーマン。アッカーマンとも言ってないよ今。言ってないのか。言ってないよ。なんだ。あ、壊れた。ジョイさんって言ったか今。ジョイさんって言ってない。どう聞こえたらジョイに聞こえた今のは。なんか誰かテームした？同じことしてるわ。ディロホサウルス仲間になってる。ナイスじゃん。なんか歩いてた。いいじゃない。そいつはあれじゃ、あれじゃぞ。ヘルガーより強いぞ。そんな強いのこれ。おお。かなり強い方じゃないじゃん。よし、こっちに来い。一緒に覚えさせてるからの。一緒にお前の親の肉食おうぜ。鬼畜とんでもない。鬼畜だよ、これやってること。とんでもないやついる。恐竜を駆逐する。一匹残らず。さっきそれで駆逐されてたのかよ。忘れたのかな、あいつ。恐竜に倒されたわけじゃない。転落死や。一番しょうもないよ。一番雑魚じゃないの。リッチキドソッチどこやったんじゃん、貴様。コメントで豪華なメンバーがいるっていう中にフグタマスオがいるで興奮してるっていう。嬉しいよ。いや嬉しい。まあ、確かにおかしいよね。王道のポケモンだったりジャンプのキャラだったりいる中にフグタマスオがいるって国民的アイドルがいるみたいなね感じだからびっくりだよね。誰がこの木材あげる。俺もニッチなキャラになった方がいいか。いや君はニッチじゃないよだいぶ。いや君は私もいますおいさん私もいますねおいや山犬の皆さんいやサバイバル生活の山犬の得意分野だった今日はコツはいないのかわぁこの声からいきなり起こすぞ。いや忙しいね今日は。木材の数と配置がマスオどうしたんだい。新兵 A ができたぞ。新兵 A？ 新兵 A？ 新兵？新兵だ新兵。モブキャラみたいな感じじゃないかそれ。新兵たちを地獄に導く。できれば救ってやってほしい。いやそうだよ。歩き方かわいいなお前。お前もうやばいわ。サシャの次に可愛いな。見て見て見て。ほら。可愛くない歩き方。ああ、すごい。いや、歩き方おかしくないこれ。木とか持ってると。おかしくないだろ、別に。すごい色してるね。すごいやり込むゲームらしい。そうだ、すごいやり込むゲームだよ、これ。毎日10時間遊べ。仕事の時間より長いよ。ガチで心臓捧げちゃってるじゃん。このゲームに心臓を捧げる。ちなみに今作のメガロドンめちゃめちゃ怖いわよ。そうなの？なんかちょっとでかかったよな普通に。海に入って見てきてちょうだい。見てくるかじゃあ。どこどこどこ？うわ水めっちゃ綺麗ではないな。ああピラニア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 。いやー死んじゃうよこれ。いや、ピラニアでかすぎる。てめえ、こんなにでかいの。やがれ、釘パンチ。釘パンチ。しかも、これあれだ。おい、ピラニアの肉食おうぜ。現実の世界でもピラニアってうめえらしいからな。あ、そうなの。あ、ここにいる、ここにいる。お、どうした。ディスカバリーチャンネルでやってるから。エドが食ってたろ、それで、絶対。中に寄生虫がいっぱいいるから火通さないと死ぬぜって。皮ちょうだい。皮？皮はもう皮。こいつ殺せば皮手に入るよ。おいダメだって、これ俺のテイムダメだお前。テイムダメか、え、僕の弓矢で一発で落とせると思うけど、これお前殺すぞ、本当に。もうちょいダメか。あ、ティネヒこんばんは。あ、いった。あれ届かないわこれ。手伝ってるだけ。違う全然取れない。僕に A 回し、あ、僕には A 回しアシストがあるからな、言っとくけど。こんなところでマウント。やばい、刺さった、うん、いやもう位置がやばいよこれ。なんか位置がやばいこれ。え、メガロドン海にいるのか。海に。あー、食べられた。最悪。おー、なんか死んだぞ。最悪だ。え、フリーザに殺されたってなってるよ。メガロドンでかいわ。ゴールデッドショットしてしまいました。やってるね。デスビームがドタバタ。なんでフリーザがやっちゃったんだ今。そろそろ肉を取りに行きたいな。あ、肉取りに行きたいね。皮をくれ、皮。なんで皮が欲しかったか忘れちまったけど、皮が、あ、そう、皮が欲しい。熱すぎるだろそれ。理由が。
あの博士脳みそばかりになっちゃってるわって。弾が欲しい。じゃあみんなトリコくんについてこう。そしたら了解者、わかりました。一旦家に集合だ、家に集合で武器持ってで、なんか借りに行こう。新兵 A と勇吉連れてっていいの？あ、いいよ、連れてっていいよ、死んでも知らないよ。なんでなんかちょっと、なんか脅しかけるんじゃない、かわいそうに。じゃあこの海岸沿いちょっと行ってみようか。僕についてきてくれよ、そしたら。まあ一番難しくない場所だから、危険な恐竜もそんな湧かないから。確かに。あ、な、やべえのいる。あれ、フリーザ君助けないと。許さないぞ、お前、ほんとに。あ、やばいぞ、それ大丈夫？やばい、やばい、死ぬぞ、死ぬぞ。あ、もう一匹来た、助けて。いや、違う違う、デリッチ、これやばい、それやばい、それやばい、アルファカルダやばい、やばい。ごめんなさい、死にます。トリコー。